腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は上級、シナリオは反董卓連合、選択君主は劉備、第25回を始めさせていただきます。前回 K、 そして深夜の攻略戦に失敗した劉備軍、しかし古老館の奪取は成功いたしました。そして古老館の武将をジョナン、そして甲賀に送り、再度の深夜の攻略戦を仕掛けていきたいと思います。また K の攻略戦も平原から兵隊を南皮に輸送することで、南皮の戦力が充実したところで K の攻略戦を再度開始したいと思います。それではまたお時間ございましたらお付き合いいただければ幸いでございます。はい、ここからだったら多分街道とかもいろいろ通ってるし、まああと20日ぐらい、2ターンぐらいで南皮にまで多分届くと思います。そうすると4万の兵なので、あらら、陳武も負けちゃいましたね。ただ K の軍があとは4000しかいない。都市情報を見ていきましょう。あー、ただ負傷兵が1万いますね。これが回復されると厄介だな。うーん、一応出すか。ただ関羽たちもかなり傷ついて、関羽重傷って書いてますからね。まあでも1万増えても1万5000程度なので、4万の軍を揃えた難兵からだったら結構まあ簡単に落ちるでしょうと期待しましょう。はい、周太さんもちょっと移動させましょうね。難兵行に行かせた方がいいかな。はい、向かおう。では、いや、難兵じゃない。行に、消去さんも向かわせましょう。行ってきます。で、行からも、K に対して行軍をしていきましょう。はい、では進めてまいりましょう。たやすいことです。上々です。この輸送隊は杉で着くかどうかってとこですかね。聞いてください。はい、それではこちらですね。ちょっと士気が低いのが玉の傷ですが、はい、こちら2体で進んでまいりましょう。どのルートだ？このタクを通っていた方がいいな。タクを通ってここで合流するような形のイメージで進軍しましょう。出陣だ。で、次でつけば南皮からも軍を動かしていきましょう。それでいきましょう。ちなみに関羽は今どういう状態だ？義援はもう治りましたね。で、関羽が今は軽傷ですね。で、だいぶ能力値も戻ったので、これだけあればまあなんとかなるでしょう。で、陳武さんも軽傷と。陳武さんが出れなければね、ちょっと周太さんと歩調を合わせてるところですかね。はい、では深夜攻略戦を開始したいと思います。張飛我勢呂蒙で、我勢隊が投石、呂蒙と張飛で魚鱗でいきます。で、兵数マックス、こちらで深夜に攻撃を開始いたします。蹴散らしてくるぜ。はい、で同時に甲賀からも軍を進発いたします。馬長呂隊正規で、李通がまあ奉仕で撹乱するようなイメージでいきたいと思います。相手両隊は勝者できます。で、兵士最大で攻め込みます。深夜に行きます。腕が鳴る。はい、南と北からね、もう攻略戦っていう感じですね。
はい、それでは進めてまいります。はい、深夜攻略戦ですね。はい、可否の規模が上がりました。聞いてください。これは何をしようとしてるんだ。コローカンに攻撃しようとしてる。ただ一応正義さんが入ってるので、ちょっとこれはどういう感じになってくるか。コローカンの耐久回復ぜひさせましょう。お喜びください。これ別に1万5000できても多分コローカンが落ちることはないでしょう。はい、では難避に軍が来たので関羽継承ですね。どうしようかな。いやー、でもここはもう行った方がいいな。で、義援関羽、関平をちょっと軍引き入れることが可能なぐらい。いやー、陳武がまだ継承なんだよな。そしたら官職で関平を、関平をつけられる官職を適当に与えましょう。6000で微妙だけど、こちらの方にでは関平をつけてあげましょう。はい、では難避から出陣させます。義援、関羽、関平、これでいきましょう。はい、で関羽はいつも通り勝者で、こちらお二人は魚鱗で兵数マックスでいきます。これでさすがに警も落ちるでしょう。だいぶ硬かったんですけどね。はい、しこでいいかな。で集隊と合流して勝共まで加われば大丈夫でしょう。あと南皮から多分大凶いるんじゃないか。あれ大凶いない。あれちょっと待てよ、これ勝共ですよね。大凶は一体どこの都市にいるんだ。はい、大凶は怪我をして今は陳留にいるのか。はいはいはい。そしたらもう計攻略戦には間に合わないだろうということで、こちら効果に呼び寄せましょうかね。そうですね、効果に呼び寄せて応援の、はい、では大凶と、あと他に応援使える方いるのかな。藩士もいますね。で警告が確かなんか、これもまた相手の能力値を確か下げるんだったかな。とりあえずそしたらここと、あとホレンシ、彼も彼女も結構いいですね。応援使えるから、まあでも応援学数使えるので代表だけとりあえず行ってまいります。とりあえずこんなところかな。はい、では進めてまいります。造作もありませんな。ちょっと待てよ、文兵は、お、遠心が遠術を奪われたと。いやー、これは怖いな。曹操が滅びそうですね、本当に。これはまずいぞ。曹操の人材を吸収させたらとんでもないことになりますからね。大凶が効果に入るのは次ですね。いや、間に合わないかな。まあ、間に合わないというか、別に必要ないっちゃ必要ないかな。ここまで軍が出てるから。はい。では、律は、義勇を落として、この港を落としていきましょう。で、囲むように取っていきましょう。やるか。
はい、孤狼感ですね。はい、孤狼感が落ちるとは思えないですね。ただ念のためにここは劉備に出て行ってもらいましょう。眼光ですね。で、多分ここにいれば攻撃してくれるんじゃないですかね。皆の者、出陣だ。はい、では報酬を配れる方特にいないですね。では決済見ていきましょう。はい、式下げてもらいましょう。はい、長の式下げましょう。はい、何ピロ人物ぜひ追記をお願いいたします。お喜びください。長男さん、はい、落葉の治安ですね。破壊工作していきましょう。はい、そうしましたら遠心、ここ取られてるのはまずいので陳流から軍を出していきましょう。水耕とか持ってる人はいないかな。いや、いや、いるいる。ではこの方出ていきましょう。まあ線で十分でしょう。遠心を取ったら入場してもらいましょう。みんな行くぞ。はい、でちょっとね、邪魔な陣があるので長英さん、いや、陣を破壊するので勝者か投石、万丈さんに出てもらいましょう。はい、ここを攻撃していきましょう。出陣だ。はい、これでよろしいですかね。では進めていきましょう。お喜びください。守備は上々です。はい、この舞台は何がしたいのかな。深夜に戻りましたね。いや、連合組んだからか知らないですけどガシガシ地域怪獣通してきてますね。報告いたします。はい、では報酬を配れる方特にいないですね。では提案見ていきましょう。義援の式を上げましょう。はい、上げていきましょう。はい、劉備の式も上げましょう。長の式下げましょう。文兵は式下げましょう。はい、いい感じですね。だけどこの軍守りきれるか、光陵。いやー、守りきれなかったらうちが攻め込みたいですね。高価に軍を集めてちょっと攻め込もうかな。任せてもらおう。ちょっとそれもありですね。分かった。ちょっと効果に軍を集中させましょう。はい、K の軍が1万まで回復しましたね。だけどまあこれで攻め込めば多分大丈夫でしょう。どうした？カウンは今どうなってる？やっぱりこれは出陣中は怪我とかは回復しないんですかね。ちょっと見せてください。あー、回復しないっぽいですね。まだ軽傷のまんまですからね。で、陳武さんは治ってますからね、やっぱり回復しないんでしょう。ただね、変にね、こちらの方ね、高損職に取られたりすると厄介なので、ちょっとね、カウンには無理させて申し訳ないと思っているところですかね。うん、この軍を返すことができたらもうそこが曹操の限界だと思われるので、そしたら戦っていきたいと思います。ここで孫策撃破で、郊外が魚鱗で戦っていると。いやー、なかなかあべこべな状態だな。ここは船じゃなくてね、陣で戦って守っていかなきゃいけないのに、ちょっとそこら辺 AI が弱いですよね。はい、では進めてまいりましょう。お喜びください。造作もありません。お喜びください。聞いてください。はい、では報酬を配れる方配っていきましょう。おお、これは。はい、関水が長男につきましたね。そうしましたら六号に移動させましょう。参ろうか。
ああ、効果が3万しかない。これはまずい。老公に商人がいるので兵糧を買っていきましょう。上場です。はい、では移動輸送で富士山に兵糧5万効果まで運んでいただきましょう。行ってきます。城南はまだ6万ある。3万かギリギリだなきっと。はい、それでは進めてまいります。はい、深夜に取り付きましたね。これも兵器つかなくても落ちそうですね。あ、炎術が詰めてるんですね。ご確認ください。曹操軍、これ防げるかな。ギリギリかな、防げるのは。これはちょっと攻め込みたいですね。はい、そうしましたら趙は多分楽より戻ったみたいなので、こちらですね、詰めていた劉備は陳留に戻りましょう。で、あとですね、こちら満潮帯なんですが、この石壁をですね、ちょっと壊していこうかなと。そうじゃないと街道がね、塞がれちゃってるみたいなので、こちら攻撃していきましょう。いやー、あとあと邪魔になるのが嫌ですね。防衛の時にはね、役に立つんでしょうけどね。はい、では北の方を見ていくと、慶にはもう義援と関羽たちが取り付いていると。義援はちょっと北に移って攻撃しましょう。で、関羽はその後に入りましょう。で、こちらですね、周隊と大挙で、特に周隊はこのまんま南下して攻撃に加わりましょう。で、消去はこちらに進軍して応援学装の効果を使いましょう。はい。で、こちらですね、消費隊がちょっと多分計略にかかって混乱してますね。で、深夜が都市の規模が中と、そうすると7万しか入れないと。で、1万1000、1万、これで2万、3万、まあ4万、5万、6万と。まあ少し削られるのね、実際は5万ぐらいでしょうけれども、ちょっとね、率がいくと、もう本当、もしかしたら下手すると、まあ、兵数がオーバーしてしまうかもしれないので、ちょっと率は、この後の攻略戦を見据えて、ちょっとね、こちらの港を押さえに行きましょう。で、あとは効果の防、効果じゃない、考慮ですね。考慮防衛戦だけど、これなんとか勝てるでしょ、このメンツであれば。さして強い部隊がいないので、多分ここまではそうそうなんとか跳ね返すことができるかと思います。で、この曹操が孫策を追い返した段階で、同盟たとえ残ってても破棄をした上で、考慮に我らは進行しようかと思います。そうなってくると、孫策が次どういう動きをするかですが、永安を攻めるような形になるのかな。一応ここで狭いながらも、道が続いてるので、本当はもちろん考慮、孫策も落としたいと思われますが、劉表を多分打ちに行くと思われます。いや、まあそんな感じでしょうね。はい。忍術勢力家の韓国家の力を添えておきましょう。金400を用意してくだされ。ちょっとやっていきましょう。吉報をお持ちしました。はい、すぐに助けを出すべきです。そうですね、申請してもらいましょう。はい、はい、それでは見ていきましょう。守備は上々です。はい、張飛も申請になりました。これ兵器がつく前に完全に落ちますね。よし、落ちました。この1万3000の部隊っていうのはどうなるんですかね。負傷兵扱いになるのかな。ではこの3名の方投与していきましょう。
はい、3人投票失敗しましたので、皆さんお捕虜になっていただきましょう。あ、遠心がまた奪われちゃいましたね。報告いたします。いかがだったでしょうか。サイドの深夜攻略戦は劉備軍の勝利となりました。まあね、あれだけ大軍で攻めりゃそれは落ちるよっていう話なんですけれども、で、残念ながらね、深夜にね、どうやら炎術が詰めていたようなだったんですけれども、まあちょっとね、捕らえることにはね、失敗してしまって、まあ取り逃がしたというところになりました。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。お付き合いどうもありがとうございました。